こんにちは、茂木和也です。今回はこちら、洋式便器の尿石落とし表面用、こちらの商品を紹介しようと思いまして、今トイレに来ております。まだですね、一度も使ったことはないんです。なので今回初めて使うことになるんですけれども、この洗剤ですね、近くのホームセンターで発見したんですが、洗剤オタクの心をくすぐるような尿石落としなんですよ。まずその心をくすぐるようなところというのはどういうところなのか、パッケージを見ながらお話していきたいなと思うんですけれども、まずですね、表面のところ、尿石極み匂い、汚れに密着、効果が違うということで書かれてますね。落とせる汚れは尿石極み匂いということで、そしてここに混ぜるな危険、酸性タイプと書かれています。そうなんです、酸性タイプなのにスプレーボトルに入ってるんですよね。これがまず何と言っても珍しいです。普通ですね、尿石落としの洗浄剤って酸性洗剤の中でも相当強いものなんですね。なので他の尿石落とし用の洗浄剤は基本的にはボトルに入ってるんですよ。でボトルに入ってて、液もですね、できる限りとろみをつけてるんですよね。例えばサンポールとかトイレのルックもそうですよね。ボトルに入っててとろみがついてますよね。そうすることで中身はとても強い洗浄剤なんですが、液はねのリスクは少なくなりますよね。もちろんですね、とろみをつける最大の理由はべったり貼り付いて汚れを効果的に落とすという目的なんでしょうけれども、とろみをつけている分強い洗剤なので安全に使えるようにもなると。ただこれでもですね、私はちょっと怖い部分があるなというふうに思ってですね、作ったのがこれなんですよ。茂木和也トイレ尿石落としジェルですね。これはとろみどころかべったり貼り付くジェルタイプなんですよ。そこまで高粘度にすることによって液跳ねのリスクをですね、できる限りなくしていると。そして汚れ落ちも良くなるんですけれども、安心安全に少しでも使っていただきたいということにつながっているんですが、この洋式便器の尿石落としはですね、スプレータイプということで結構攻めてますよね。どんな感じで泡が出るのかっていうのはこれからやってみますけれども、体にかかるリスクはですね、ノズルでビューって出すのよりもですね、高まりますよね。それがとても攻めてるし珍しいなと思うんですよ。で成分ですよ、強い酸ということでお話しているんですけど、どのぐらい強いのか、どんな酸性成分が入っているのかというところをチェックしてみたいと思うんですが、まず液性が酸性ということで、そして成分ですね、有機酸。この有機酸は何でしょうかね。有機酸といってもいろいろありますけれども、とりあえず有機酸の何かが入っていると。そして偽酸ですね、かっこ 3%、 結構な配合量ですね。そして硝酸 9%。 この硝酸が入っている洗浄剤っていうのは一般向け用ではあまりっていうか、私の知る限りまず見ないですね。私はですね、業務用の洗浄剤も作ってですね、プロの方に販売しているんですけれども、そういった洗剤には偽酸結構入ってるものあるんですが、一般向けで偽酸が入っていると珍しいんですよね。だいたいですね、塩酸なんですよね。サンポールも茂木和也のトイレ尿石落としジェルもですね、酸性成分で一番使っているのは塩酸なんですよね。そこを硝酸にしてきていると。もちろんどっちも炭酸カルシウムに対しては非常に洗浄力高いんですよ。だから尿石落としの主成分として使っているんですけれども、価格が塩酸より高いんですよね、という硝酸ですね。そして界面活性剤にポリオキシエチレンアルキルエーテルを使っていると。そして水と、これ配合処方もですね、非常に面白いし珍しいんですよね。でこの偽酸っていうのは非常に珍しいんですが、こちらの先ほど紹介しました茂木和也トイレ尿石落としジェルにも入っているんですよ。ここに偽酸ありますよね。 3% も入っていないですね、はい、でも偽酸も入ってます。で見てもらえれば塩酸主成分なんですよ。酸性洗浄成分の中では塩酸とスルファミン酸、スルファミン酸は茂木和也に入っている酸性洗浄成分ですね。塩酸、スルファミン酸、偽酸という配合なんですけれども、洋式便器の尿石落としはですね、偽酸と硝酸の組み合わせになっているということなんですよね。非常に面白いですね。そしてサンポールは先ほどお伝えした通りですね、塩酸ベースなんですよ。はい、塩酸ですね、 9.5% と界面活性剤という組み合わせですね。それぞれメリットあるんですよ。でもサンポールのメリットは何と言ってもですね、コスパがいいです。安いですよね。それが最大の魅力じゃないでしょうか。で茂木和也トイレ尿石落としジェルは酸性洗浄成分3つ入ってて、塩酸もマックスのギリギリまで配合しているということで、洗浄力は自信がある
なるんですよ。ただコスパは悪いですよね。そういったところはありますよね。そしてトイレのルックはじゃあどういった特徴があるかというと、酸性洗浄成分はスルアミン酸が 1% になってるんですよね。だから先ほどの3つと比べると弱めなんですが、その分ですね、逆に言うと安全性が非常に高いし気軽にお掃除できるという部分は最大のメリットですよね。それと昔のようにがっつり尿石がつくということがなくなりましたよね。その理由が2つあって、小便器がまず少なくなりましたよね。小便器は尿石汚れつきやすいんですけれども、洋式トイレだけつけるというご家庭が増えてきているということと、あとは最近の TOTO もリクシルもそうですけれども、汚れにくい便器になってますんで、そこまで強いものを使わなくても定期的に掃除していると別にですね、十分これで落とせるということになりますからね。そういったメリットとデメリットがそれぞれありますから、自分のお家の汚れ具合や自分の重視するポイントでですね、洗浄剤をですね選べるということになっていますよね。そこでですよ、洋式便器の尿石落としなんですが、繰り返しになりますが、硝酸が 9%、 希酸が 3% となってるんですけれども、ちなみにですね、先ほどサンポールは塩酸 9.5% で、モテインカズヤのトイレ尿石落としジェルは塩酸が 9.9% だったじゃないですか。あれ理由があって、 10% 超えちゃうと劇物扱いになるんですよ。劇物扱いになると作る方も売る側もですね、あとは買う方もですね、いろいろですね大変になるんですよね。だから 10% 未満にしているんですけれども、この硝酸も同じですね。 10% 超えるとですね劇物扱いになります。そういうことからもモテインカズヤトイレ尿石落としジェルの塩酸 9.9% というのはかなり攻めているということがお分かりになるのかなというふうに思いますが、ただですね、これよりは攻めてないですね。このスプレータイプで硝酸 9%、 しかも偽酸 3% という、本当すごいなというふうに思うわけなんですよ。では早速ですね、使っていきたいと思うんですけども、使い方見てみましょうか。使い方の横に目立つように赤くですね、陶器専用と書かれてますね。確かにですね、これだけ酸が強いと陶器以外に使ってしまって酸で変色したとか酸焼けしてしまったなっていうことになるかもしれませんから、そこはですね注意を促す意味でですね、目立つようにここに記載されてますね。はい、では使い方いきますね。1、トイレットペーパーを本材にスプレーします。2、便器内の尿石部分に1を貼ります。3、貼り付けた1に再度たっぷり液をスプレーします。便器外、蓋、床、衣類に液が付着しないように十分ご注意ください。ここが一番あれですね、注意しないといけないところだと思いますね。特にですね、1番やるときですよね、トイレットペーパーに本材をスプレーしますというところ、これをやるとき注意が必要ですね。このやり方だと便器に最初にトイレットペーパーをセットしてからスプレーするというやり方じゃないですもんね。トイレットペーパーにたっぷりスプレーしてから貼り付けて、さらにその上からスプレーするというやり方ですもんね。攻めてますね。私だったら汚れにトイレットペーパーを貼り付けます、もしくは汚れにスプレーしますと、そしてその上にトイレットペーパーをかぶせます、覆いますみたいな形で、さらにその上からスプレーしますというような書き方しますけれども、やり方は注意しないといけないですよね。そして4番目が、その後30から40分の経過を目安に水を流します。汚れ落ちが不十分な場合は同じ作業を繰り返してくださいと書かれてますね。ではですね、この使用方法の通りですね、一度試してみたいと思うんですけれども、我が家のトイレ尿石ついてません。なので尿石がですねどの程度落ちるのかというところはお見せすることができません。あくまでもどんな液がですね出るのかとか、使い方がどうなのかとか、あとは使いながらですね、こういった使い方するといいですよとか、そういったところがあればですね、ご説明していきたいなというふうに思います。ではやっていきます。はい、ではとりあえずですねスプレーしてみましょうか。ここにスプレーしますね。オンにして、わかりますでしょうか。ちょっと白に白なんでちょっとわかりづらいかもしれないですけど、いや結構あれですね、ミスト状ですね。もちろん泡にはなってますけれども、酸の匂いが刺激臭がきます。これは結構作業が大変ですね。すごい酸の刺激臭がですね、これ硝酸ですね、硝酸の強い刺激臭がきますね。やっぱり攻めた商品ではありますね。結構ですね、しっかりした泡の状態で出てくるのかなと思ったら、そうではないですね。泡で出てくるか、あとはですね、スプレーだけれども、モテインカズヤカビ取りジェルスプレーのような、ジェルのような形で出てきてもですね、刺激臭はある程度抑えられるのかなというような感じはしますけれども、これはですね、結構、ミスト状に近いですね。で、使用方法のやり方ですと、こういうふうにトイレットペーパーを用意してもらって、ここにこうスプレーすると。
。で、例えばここに尿石があるとしたら、ここにペタッとやって、その上からタップで、こういうやり方ですよね。うん。やはりですね、それより安全に行う方法は先ほども説明しましたが、ここにまずこう、濡らしてスプレーしたら、ここにペタッと貼ると。そしてその上からこうやった方が、作業的には安全ですね。便器の外に液がつくということもですね、この方がリスクが低いような感じがしますよね。濡らしてからつけて、でそしてその上からやるというやり方の方がいいのかなというふうに思いますね。で、汚れてはいないというお話しましたが、ここちょっと汚れが気になるところがありますんで、ちょっと洗ってみましょうか。ここを洗う時もこうやってスプレーするとやはりですね、飛んでしまいますよね。それがですね、ちょっと使い方がめんどくさいところですよね。このモテニカズヤトイレ尿石落としジェルだったら、ここに液をつけてこう塗ればですね、安心安全に作業ができるんですけれども、この洋式便器の尿石落としでここの汚れを落とす場合は、お掃除用のマグカップにですね、こんな感じでスプレーしてちょっと取ってもらって、そして歯ブラシでですね、こうやって洗うのが良さそうですよね。これでも液がちょっと垂れていってしまいますか。でもちょっと液が垂れていってしまうんで、掃除終わった後はしっかり水拭きしないといけないですね。液がサラサラしてるんで、こうやって洗うにしてもですね、こう液跳ねのリスクはちょっと高いのかなと。粘度がない分。だから作業も気をつけてやらないといけないですね。今気づいたんですが、自分でしっかりですね、ここの陶器専用という注意書きをですね、読んだのに便座のプラスチック部分に使ってしまいました。本当は使ってはいけないやり方になりますね。だから皆さんは陶器だけにするようにしてください。はい。スプレータイプで液がサラサラしてるというところでですね、硝酸の刺激臭や使い勝手が気になるところなんですが、このスプレータイプのメリットを感じるとすればですね、こういった穴のところじゃないでしょうかね、水が出るところ。こういったところは奥の深くまでこうスプレーできますからね、簡単に。これはメリットなのかなと思いますね。サンポールとかでそこをやるとなると結構難しかったりしますからね。しっかりやるとなると、歯ブラシとか使う必要がありますけれども、手軽に奥の方までスプレーできるというところはメリットの一つなのかなというような感じはしますね。他の尿石洗浄剤と比べるとですね、やはり安全に使うためには注意がだいぶ必要なのかなというふうに感じましたし、使い勝手もですねちょっと悪いですよね。あと何よりもですね、刺激臭がとても強かったという印象を一番に受けましたね。でもですね、私のような洗剤オタクにしてみると、こういった攻めた商品とても大好きですから、また見つけたらですね、こういった商品ご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテニカズヤの YouTube チャンネル、モテニ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも